さあ、授業をお願いしようっていう話で、はいはい、そうですね、そう、専門学校で、ね、僕が授業してるのにちょっと出てもらおうかなと思ったところで、スライドができたと。はいはい、作ってきました。まあ、一応僕も内容のチェックがしたいかなと思うんで、ちょっと、まあ、あとこのチャンネル自己紹介を取ってないと、確かに誰のがあると思うんで、まあ、それも兼ねられたらいいかな。そうですね、はい、で今日タグメンも一緒に来てまして、はいはいはい、はい、ちょっとまあタグメンもね、詳しくどんな人かって知らないと思うんで。全然知らないね。ちょっとせっかくなんで一緒に見ません？はい、楽しみです。まあ、ちょっと発表の練習というか、そういう感じですね。ちょっと聞きたいんで。あ、わかりました。じゃあ楽しみだな。僕の人生をじゃあちょっと発表させてもらいます。よろしくお願いします。おお、授業っぽいね。ちょっとね、緊張しますよね。タイトルはですね、僕のせちがら半生。せちがらな半生。せちがら。せちがらっていうのは、まあ、なんていうか、普通の意味としては、なんかこういう、まあ、生きづらいねとか、つらいねっていうね。そういうことなんですけど、まあ、ここでの世知辛、僕の言う世知辛っていうのは、まあ、この世間を知らなかったためちょっとつらかったなみたいな、そういう経験のことを世知辛と。分かりにくい頭文字を取って、ちょっとなんかやっぱそうなんです。自分でちょっとこのプレゼン資料をこう作るときにこう人生をこう振り返って反省、結構世間知らずで判断したとこ多かったなみたいな。なるほど。それでちょっとね、それに左右されたとこあったなっていう。はい、楽しみ。じゃあですね、さあ早速いきます。これ、まあ、全体の章が第6章まであります、はい、ので、まあ、ちょっと1章ずついきたいと思います、はい、じゃあまず第1章ですね。第1章はですね、世間知らずの地方ボーイ編というのが始まります。お、はい、まあ、僕が、まあ、出身がですね、長崎県の佐世保市なんですけど、まあ、そこで、両親とも小学校の教員なんですね、はい、教員の息子として誕生しまして、うん、で、まあこちらが私の父と母なんですけども、ね、はい、でこれちょっと佐世保から僕大学ぐらいまでもうほとんど出たことなくて、はい、もう佐世保の中だけ、いやむしろ佐世保の中でもそんなにいろいろ行ってないみたいな、はい、そんなことがあって、なんかでもたまになんか家族旅行とかそういうイベントがあるじゃないですか、はい、それでなんか東京に行くことがあったんですけど、東京で行ったところがですね、国会議事堂の見学と、はい、NHK ホールみたいな、修学旅行でもなんか例えばディズニーランドが目的地で、そうそう、ついでに行ったとかですよね、だから、うん、いや結構国会議事堂長めに撮ってありますよねで当時の僕はですね、まあ、そういう親から生まれた僕はどういう子供だったかっていうと、なんかこう絵とか漫画を描くのが好きですね、はい、まあ、こういうやついるでしょうか、こうやって、はいはいはい、休み時間にこうやってるやつ、あいつ、あいつだったんだ、あいつ僕です、そうそう、とかそれとか獅子脅しってわかります？なんか、はい、庭の囲むみたいな竹の、はい、うん、あれをこう作ったり、あ、はい、作ったり、はい、いやそれはクラスにいなかった、うん、あ、そうです、なんかね庭とか好きだったんですよね多分、ああ、え、子供の頃に、そうなんですよ、小学校、うん、なんか日本庭園とかそういうのが好きで、へえ、なんかね好きだったんですよ、でなんかそういうの作ったり、でこのなんか今お見せしている画像はこうなんか自分でこう盆栽を作ってなんか苔をこう集めて、うん、盆栽を作ってのがめちゃくちゃ歓喜しているっていう、いや本当めちゃめちゃ歓喜してる、本当だ、もう、ちょっと言ってるじゃないですか、もうちょっとね白目向いちゃってますもんね、すっごい喜んでる、おじいちゃんおばあちゃん囲まれて、でこれ苔に喜んで白目向いてる、そうですね、なんか完成したんでしょうね完成披露宴、披露パーティーみたいなわかんないですけど、何の時なのかなみたいなまあそういうなんか結構絵を描いたりものづくりしたりとか、あ、でもなんか今とつながるような、そうですね、ね、趣味、うんうん、でなんかその当時僕が結構学校では漫画を描いてて、
でそのまあ漫画っていうのかな、うん、ブルドック伝説っていうタイトルなんですけど、ブルドック伝説、まあ、通称ブルデンですね。ブルデン、うん、まあ、ブルデンを書いててですね、まあ、友達にこう貸し出したりして、後ろにこう貸し出しカードとかこうです、うん、あと それを友達に見せるだけじゃなくて、なんかあのコロコロコミックっていう、おう、あれのなんかあの新人賞、漫画新人賞に応募したりとかして、でなんか、マジ、はい、なんか落選したりとかして、ガチだ、その出そうと思うくらい、そうですね、ちゃんとなんかね漫画のペンとか、スクリーントーンとか、あ、すごい、そのいろいろ貼ったりして、だからこう鉛筆でただ書いてただけじゃなくて、そうなんです、ちゃんとこうあれで漫画家のペンで練習してたんです、 G ペンとかで、あ、すごい、え、それがいつ、これ小5、6ぐらいですかね、小学生で、はい、そうで、それをなんかそういうことをやってたら、なんかこうこの祖母に、うん、やめなさいと、あららら、うん、やめときなさい、漫画家なんてのはやめときなさい、そんなもう乗るかそるかね、当たるかどうかわからないです、限られた人しかわからないんだぞっていう、まあ、このカチカチの親のを産んだ大カチカチなんで、小学校のなんかでそんなこと言う、ね、早めにね、なんかやんわりやんわりね、やんわり潰しはね、なんかね、漫画家ね、まあ、それもまあいいけどみたいなね、やわ潰し、あ、それくらい言われそうだな、確かに、そうそうそう、でその中学校に上がるわけですよ、うん、で上がったら、お前その将来の夢とかもやっぱ考えるんですけど、やっぱ絵は好きなので、うん、じゃあ親と同じ教師、つまりその美術教師とかやったらいいんじゃないかと思って、美術教師よしは目指したろって言ったら、まあおばあちゃんも美術教師ならいいねみたいなことになったんで、よしということで、で美術部に入部しようかなと思って美術部行ったんですね。なんかガラッと開けたらちょっと陰すぎて、なんか陰がすごすぎて、なんかちょっとゾワーってなって、あ、ダメだって、入部はやめて、ああ、そうなんだ、はい、まあ、それでちょっと卓球部とかにしようと思って卓球部に入ったんです。あ、卓球部だ、そうなんですよ、さすがに言いすぎると思って、で、まあ中学3年生になった時に、こう長崎県の中にこう長崎日大高校っていうのがあって、はい、そこはなんかこう珍しくなんか美術科かなっていうのがある、美術の専門科っていうのがあって、あ、って思って、うん、あ、そこいいなって思って入学を検討したんですよ、はい、うん、でもそのなんかその高校からどうなっていくかみたいなところを知らなくて、なんか、まあ、美術教員になるか、うん、もしくは美術教員になれなかったやつは全員なんかこういう路上でなんか絵を売るしかないみたいな、あ、教員か路上の絵売りのどっちかの道しかない、いや、それぐらいしか想像できなくて、なんかね、今みたいに美術から始まっていろいろあるじゃないですか、今のお仕事って、まあ、まあ確かに、うん、美術畑からみたいな、うん、なり方とかわからないですもんね、そうそう、わかんない、周りにもうその美術教員か路上絵描きしかいなかったんで、はい、選択肢がね、そうそう、やっぱそれもなんかそのこう世間知らずポイント、世知辛ポイントで言うと、こうやって使うんだね、あ、そうそう、こういう風に使うんですか、ね、はいはい、世知辛ポイントで言うと、やっぱ教員になれなかった時のイメージがやっぱその地方でしか育ってないもんで、その2つしかないと思い込んじゃう、はい、まあ、そういうことあったな、もっと他に道が開けてるよみたいなのが分かれば、はい、なんか一歩踏み出せたかもしれない、あ、いや、なこれなんか授業的にもいいな、いいですよね、なんか道知らないの良くないよみたいな、いや、そうそうそう、なんかやっぱこういう変な、いろんなね、こういう変な生き方というか、うん、変わった生き方を知っとくと、確かに、そういう選択肢もあるなみたいな、そう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 、うん、そういうのが知れていい、まあ、そういう趣旨の授業、なんか授業のことも考慮してくれてて、うん、あ、なんかいい感じだわ、いいですね、うん、で、まあ、そこでも美術っていうか、まあ、絵の道を完全に諦めちゃうわけなんですよ、中学校で、あ、もうやめとこうと、で、そのままそこから第2章が始まるわけですね、はい、第2章凡庸モラトリアムボーイ編、はい、はい、もう本当読んで字のごとく、もうここからも普通にもう何していいかわからない時期に入るわけです、うん、はい、で僕は高校は地方の進学校の普通科に入学するんですよ、はいはい、うん、で、まあ、そこはやっぱこの進学校なんでこう勉強ばっかりでこうつまらない、もうずっと勉強みんな、はい、てかもう基本的に勉強の時間長すぎるみたいな、でも高校は全然僕面白くなくて、で高校3年生の時にまた気づくんですよ、あ、将来の方向性決まってないみたいな、まずいぞみたいな、うん、
まあ、文系だったんですね。まあ、国立でもね入るかなんて言いながら、まあ、そこでやりたいこととか考えちゃおうかななんつって、はい、でもまあそんな中でもなんかやっぱどこの学校で何を学ぶかみたいなのを決めなきゃいけない、はい、まあ、何にしようかなって決めかねてた時にもう受験期に入っちゃって、はい、でも周りはみんなもう勉強好きギンギン状態みたいな、あみたいなやるぞ全員合格みたいなのがもうすごいと思って何をモチベにみたいな、うん、でなんかみんなのやる気がすごすぎて、はい、もう僕もなんかもう逆にこうやる気全然出なくなっちゃって、はい、みんながやる気ありすぎてちょっとありすぎるともう無理ってなって、そんな中で切磋琢磨していくの嫌だと思って、あらららあついていけなくなっちゃった、うん、嫌になっちゃって、はい、もういいやって家帰って昼からやってるドラマの再放送とか見てたんですけど家でやりますとか言ってこう言うの、でその時に、はい、あのヒーローっていうドラマ、はい、ご存知ですかね、はい、あのねキムタクさんの、はい、あのねケンジの、はい、あれをこう見てたんですよ、このヒーロー、はい、で見てなんかおケンジかっけーみたいになって、おうん、おケンジなろっかなってこうやって、はい、その時ちょっと新たな道ですよね、全然美術関係ないこう検事なっちゃうもん、いや突然の、まあ、でも今考えるとなんかもう検事っていうか、まあ、キムタクがかっこよかったんでしょうね、そうですねキムタクかっけーってなって、うん、じゃあ勉強しろって話だね、全然勉強してないのに検事なことしてる、うん、まあそういう状態で、はい、第一希望は、まあ、国立の、まあ、もうほんとなんてことない文系の学部をピッと選んでたんですけど、うん、とりあえずこの滑り止めでこう私立を受けときなさいみたいな流れだったので、あじゃあ私立どうしようかなってした時にちょうどこうキムタクがあってたんで、うん、あじゃあ法学部行こうみたいな、お先生なんか私立で法学部どっかいいとこありますかって言ったら、うん、なんかこの久留米大学は、法科大学院っていうのがあって、うん、なんか法律の大学院ですね、うん、だから結構法律行くならもっと心が極められるよみたいな言って、あそれいいじゃんで行っちゃおうって言って、まあでもね国立が第一規模なんでもしダメだったら検事になるんでみたいなダメだったらって行くやつじゃないそう、まあまあそんなことを考えてたらですね、まあ、久留米大学入学という形になります。へ、まあ、もちろん落ちるわけですね国立は。あじゃあ本当に法律、そうそうそう、そうなんだ、そうそう、だから法学部なんですよ僕は。あへえ、そうあそうなんだ、そうそうそう、めっちゃ意外ですね。いや意外すぎ、これまでの流れとも全然関係ないしね全然だからもう検事になるしかないんですよね、入っちゃって。あ、そうなんだ。はい。でも何も考えてなかったんですよ、この辺とかも。うん、将来が見通せない世間知らず。なるほど。まあまあまあそうは言っても、まあ、大学入っちゃったから、まあ、初講義に行くわけですね。まあ、初めての講義の時行くぞーなんて言って、こう周りをぽっと見渡したらですね、あれみたいな。うん、なんか誰もノート持ってきてないぞみたいな。うん、でも誰も勉強する気がないんですね。はいはいはい。うん、えそうほとんどもみんなね後ろに座ってこう、うんうん、携帯いじったりして、うんうん、あれみたいな、はいはいはい、あそんな感じなんだってなった時に、はい、なぜかやる気がめちゃくちゃ出てくる、はい、おいおいおいみたいな、うん、なんか受験期にね、はい、こうみんでーなってた時のーってなってた分、はい、誰もやる気ないからあれみたいなスイッチの入り方がね、そう、それでやる気出るんだ、勉強する気あんの僕だけみたいななって、はい、でそれでもうなんか、まあ、いわゆる大学の講義最前列やる気マンみたいな、いるじゃないですか、そのあいますいます、講義の一番前の先生の目の前でか、うん、はい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 みたいないるいるいるええみたいな言ってるやつなんかそうそう、なんかそんなんしてて周り全員勉強してないから、うん、だからもうその年の首席が取れたんですよ、首席取れたんですよ、首席、うん、やばっ、でもやってるから僕しかやってないから当然なんですけど、でも何人くらいいたんですか、どうだろう 100人くらいいたんじゃないですか、ね、いるでしょう、うん、で、まあ、それでそのなんか首席が取れたんでなんかこう副賞というか、うん、なんか授業料が免除になったんですよ1年分、すごいすごい、だから授業料浮いちゃってめっちゃいいな、イエーってなって、その浮いた分で、うん、あ留学とか行っちゃうとか思って、おお、アメリカのオレゴン州に留学に行くんですよ、へえ、大学3年生の時、へえ、でまあそこで
まあ、ちょっとねいい出会いというか、おそう、いい出会いがあってですね、彼はオレゴンのホームステイしてた、なんですかね、家族の、はい、にいたあの一人にいたあのジョッシュっていう高校生、ジョッシュっていう高校生で、で彼は毎日家の前でこうハンモックを編んでるんですね。彼も夏休みなんでハンモックを編む、そうそうそう、夏休みをそう利用していって、彼もずっとハンモックを編んでた、作ってた、はい、まあ、そのハンモックがこの右のやつ、え、なんかお家で家業かなんかですか、ハンモック作るのが。いや全然全然、え、あ、もう本人がそういう趣味、うん、あ、そうです、趣味で、なんか、そう、なんか僕も気になるじゃないですか、気になるよ、こいつハンモック毎日編んでんなみたいないハンモックの作り手のこと今まで考えたことないですもんね。そうですね、そうか、こうやって作るんですね、ハンモック。いや、うん、僕もいやこれ何作ってんだろうって最初分かんなくて、うん、ハンモックって分かんないのを言ってて、まさかハンモックと思わんもんね。そう、ハンモッカーだったんだみたいな、でだからなんでこれ作ってんだって言ったら、まあな、夏休みだからみたいな夏休み使ってる毎日ハンモックを編んでるのさみたいなのがね、ハンモックとの距離が近すぎるんだよもう彼の一日はやっぱすごくて、いやすごい、ね、朝起きるなんか教会のなんかミサみたいなやつに行く、うん、帰ってきてなんかちょっとご飯食べてハンモックしばらく編んで、なんか夕方になって涼しくなってきたらちょっと庭のプール入って上がって、なんかこうサッカーのね、なんかこういうサッカーのボードゲームして寝るみたいななんか普通なんかやっぱ高校生とか大学生って暇になったらもう大体もう決まってるじゃないですか、バイトするか、うん、友達とカラオケとかね遊び行くか、はい、とかなんかその勉強とかね、うん、学校のことやるか部活やるかとか、うん、もう大体その辺ですよね、うん、こいつ何もやってないですからね、もうハンモックやってるだけっていうどうもそれびっくりしちゃって、こんなやついんのと思って、確かにもうワーオってね、もうその時全然英語学んでないからそんくらいしか出なかったんですけど、はい、ワオなんつって、だからそのなんか受験、高校生だから受験勉強とかすんのかなと思ったらそんなこともしないで、毎日こいつ幸せそうやなみたいな、この笑顔でね、このハンモックを編んでるわけですよ。なんか日本社会のこう価値基準みたいなところで、こいつは物事を選んでないなみたいな、なるほど、もう僕はもう逆に言えばもう今までの前例にのっとってというか、その、うん、確かに、そうそう、日本社会の価値基準でずっと選んできたわけです、はい、まあ、とりあえず大学行っとかなきゃなとか、はい、とりあえず夏休みは勉強しなきゃねとか、 なんか、はい、それがなんか全然違う生き方を見て、うん、あ、僕自分の好きなことして生きてっていいんだっていうか、それって確かにめっちゃ幸せだよなみたいな、周りをこいつ全然気にしてないみたいな、うん、のをそれで知って、うん、まあ、それが一番なんか大きな衝撃で、まあ、ちょっと帰国するわけなんですよね。すごいな、そうそうそう、めちゃくちゃ すごい気づきじゃないですか、ね、うん、そうそう、ね、でなんかそう、そのやっぱそれがでかくて、この後の人生がまたちょっと変わっていくんですけど、そこから第3章。おー、すごいな、うん、面白いじゃないですか、はい、この時面白いわ、うん、ありがとうございます。いや、面白い面白い、ね、うん、なんかなかなかこうやって細かく聞けないもん、人もね、ね、確かに確かになんか分かりやすいし、うん、え、留学ってあれどれくらいの期間行ってたんですか。3週間ぐらいですかね。3週間、はい、そのコンパクトに、あ、そう、なんか短期留学みたいな、はい、それでそんな影響を受けて、なんかもうひと夏だけですよね、夏休みだけ。ああ、なるほど、だから授業も休まず、あ、そうか、授業休まんで済むんだ、うん、あ、そうです、そうです、あ、面白いな。で第3章は留学帰りお約束のパリピボーイ編っていうのが始まるんですけど、はい、あらら、留学行ったやつ大体なんかもうね、はい、いるじゃないですか、ね、はい、ただいまみたいな、ワークバーグみたいな感じで帰ってきてなんかね、なんかでもすごい格好して、なんか3週間でしょ、3週間、うん、すぐ染まっちゃうからもう、はい、世知辛だから助手の影響受けまくりで、そうだからもう好きなもの、もう好きにやっちゃえばいいんだみたいな感じになっちゃって、なんか向こうでもやっぱ楽しいこととかあって、なんか、なるほど、パーティー文化みたいなやつも、はい、なんか向こう結構もうファミリー家族単位で もう今日はパーティーしちゃいましょうかみたいな感じで、うん、もうすごい楽しくて、なんか、はい、もう日本ももっとパーティーやればいいじゃんみたいな感じで帰ってきて、3週間嫌なやつみたいな、ゾウみたいな、そう、まあそれで、まあ、その後の大学生活過ごしていくのも楽しく、はい、でも好きなことやっちゃおうよみたいな感じで生きてたら、まあ、あの大学3年生になっちゃうわけです、はい、まあ、いわゆる就活シーズンですよね、うんうん、
でその時にまたあやばい何もしたいことないみたいなあ、うんまあ、何か働かなきゃいけない。でも企業を選ぶ時になんか一般的にいい企業、うん、例えば何ですか、合同説明会とかあるじゃないですか、はい、ドームとかで、うんうん、ああいうところで大体有料企業集まってない50社みたいな感じで、はい、なんか言ってるじゃないですか、有料企業みたいな、それってなんかこう社会の価値基準だよなみたいなことを考えるわけです、うん、これって俺女子の選び方じゃないなと思って、あ受けてるね影響、受けてる、じゃあ僕が選ぶときはもう一般的なそういう価値基準じゃなくて、もう僕が働いてて幸せだって思うところを選ぼうと思った。おそこ一本主義で行くしかないと思って、うん、まあとりあえずどんな仕事があるか分かんないから、マイナビの適職診断っていうのがあるんですね。あるね、あるね、ありますよね、はいはい、イエスノーみたいにして選んでいくんですよ。僕はなんかね、あなたはエンターテイナーって書いてあるんですよ。エンターテイナータイプみたいなのが出たんですね。エンターテイナーだったんだ僕みたいな、うん、まあ、これやって決めてる時点で、ちょっといや、それだって自分で選ぶって言うたやんだってそうなんエンターテイナーだったんだ僕お前エンターテイナーなんだねみたいな人どころか機械に言われとるやんそうなんですよね。なん変わってないじゃん、うん、甘いそこまでなりきれてない。あれマイナビのあれってもう遊びみたいなやつで、はい、なんか就職でちょっと疲れたしんどいなって時になんか気分転換とかでやるやつで、あれ参考にしないですよね、はいはい、で、まあ、そこで、まあ、いくつかその勧められたところをまあ普通に受けるわけ、はい、内定をねもらった企業がこの2社ボンとあって、で1個は遊園地ですよね。もう1つはお葬式屋さんで、へじゃあもう僕多分遊園地の方が絶対向いてるだろうみたいなということで、おまあ見事入社と。おまあ僕はその中でこのアトラクションスタッフに最初に配属されたんですよ。アトラクションスタッフっていうのは、まあ、いわゆる遊園地のお兄さんみたいな感じですね。はい、いらっしゃいませどうぞみたいな、まあ、こんな感じなんですよ、はい、なんかすごい笑顔だ、うん、笑顔を出してて。これなんすかこの写真。これなんかですね、取材がなんか多くて、あ、これテレビ出てるんですよ。そう、テレビになんか、あ、これ、え、自分これ、そう、僕です、僕、そう、休憩室でテレビ見てたら、あ、僕だみたいな感じで写真みたいな笑顔が良すぎて使われたんだ、うん、で、やっぱそのエンターテイナーだし、まだパリピ無双モードはこう継続してるわけですよ。だからもうすごい笑顔してますけどちょっとじっくり見ると面白くなってくる何これ、笑ってねえだろ本当はみたいな、嘘みたいな。そうそう、だからやっぱこうパフォーマンスはすごいわけですよ、ね、はーいみたいな、どうぞみたいな感じで。あ、でも向いてたんだ。そう、向いてたんですよやっぱ、うんうん、だからやっぱこうお客さんの評判すごい良かったんですけど、やっぱお客さんこうやっぱ流していかなきゃいけないんだけど、まあ、そういうね無駄が多いんですよね。あの今日の赤ちゃん雨っすねみたいなうるさいな。そう、うるさいんで、なんかもう客が滞留しちゃってなんかもうなんかそう全然回んねえぞみたいな、なんかすげえ並んでんぞみたいな。で、まあ、ある日ですね、あらっしゃーさーでやってた時に、はーいっていつも通りやってたら、ちょっと待てよと、このままね、いらっしゃーさー65ね、うん、スタッフ65みたいな、結構やばいなと思った、うん、おじいまあ、別におじいちゃんやってらっしゃる方いらっしゃるかもしれないそれね、ろくなことは言えないですけど、それ人それぞれ、人それぞれで、それが幸せな人がやっぱりいるわけだから、そういうことは言っちゃいけないんですけど、もう僕だったら、なるほど、僕がやるんだったらちょっと、ね、きついなと、体力的にもきついだろうし、はいはい、続かんだろうと思って、うん、その時僕に何が残るんだろうみたいな、ずっとそれをやってきたら、でもなんかやりたいことなんてないよみたいな、うん、うん、ことを考えるわ。それいくつぐらいの時ですか。これ、入って3年ぐらいなんで、まあ、25とか。いやね、その問いが来るの結構僕早いなと思って。私もそう思います。ねえ、これね、その問いって30ぐらいの問いと思う。5年早い気がする。うん、すごいスピーディーですよね。スピーディーですね。私も29、30ぐらいでその問い出ましたもん。そうそうそう、今やってる仕事はやりたいくって、まあ、やりたくてというか楽しいからやってるみたいな。はい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 、はい、うん、嫌じゃない、うんうん、でもこれを突き詰めたいみたいな、うん、これをやって生きていきたいんだみたいな、なるほど、っていうところまでやっぱなくて、ああ、ちょっと人生のテーマみたいなところまで大きすぎるなみたいな、うん、そうそうそう、なるほど。
なんかそうエンターテイナーを突き詰めていくんだみたいな気持ちじゃなくて、うん、毎日が楽しいからやってる。なるほど。で上司に辞めますって言って、おう、うん、言ったら、まあちょっとやっぱずっとそういうね別大きいことをやってきたあれでもないんで、うん、最後にちょっとでかいイベントをやるから、ちょっとそのイベント企画部っていう、はいはいはい、ところに配属するから、うん、そこでちょっとなんか大きいイベントの、まあ、副責任者として入ってくれと、うん、どうだそのそれ最後の仕事にどうだって言われて、でもその仕事がですね、はいはい、出張遊園地みたいなことなんですね。そうそうそう、その遊園地の中ではその夏の期間だけなんか子供用のプールあるじゃないですか、はい、空気で膨らませるやつ、はいはいはい、あれの超でっかいやつがなんか、はい、アメリカとかで売ってるんですけど、うん、それをなんか取り寄せて、はい、それを夏の間だけボンと膨らませて、はい、プールをやるみたいな、あ特設会場みたいな、そうそうそう、夏だけの、うん、遊園地で、ね、よくある夏だけの、はいはいはい、うん、あれの出張版と、そうそうそう、だからあれ、いいっすね、折りたためるから、うん、そっか撤去も簡単って、そうそうそう、だからどこでも持っていけるんで、うん、出張してなんかそのなんか人口の多いところでやればもっとね確かに稼げるから、うん、もうそれがマジ大変で、新しい土地でやるんで、そのそもそもいろんな強化が必要なわけですよ、うん、なんか保健所だったり、うん、まあ、消防関係、はい、あと、まあ、役所とかですね、うん、まあ、その土地の権利者の人とか、うんうん、もうそんなんやってたらもうめちゃくちゃな残業、ああまあそうなるよね、それは、そうそうそう、もうすごい時間になっちゃって、まあ、そのおかげもあって、まあ、一応そのプールはこう成功を収めて、まあ、終了したんですね、で、まあ、9月までみたいな、で9月に終了ってなって、はい、で終了しました、お疲れ様でした、あの翌日もうこの状態ですね、全てがもうプシューって撤去されてさら地みたいな、もともとここあの公園借りてやってたんで、こうのグラウンドですね、うん、グラウンドを借りてやってたから、もうそもそもこういうさら地からボンと、なるほど、ね、プールが立ってもう全部さら地みたいななったのを見た時に、俺あんたに頑張ったのにってなってなんかそうだから、その時はそのなんか今まではその人を喜ばせることに喜びを感じてたんですけど、うんうん、なんかもうこの時には結構そのイベントを作るというか、そのプールを作るみたいな、その作ることに対するそのプロセスに喜びを感じてたところがあって、はい、そのせっかく頑張って作ったやつがパーンってなくなった瞬間に、みたいなことになったんですよね、はい、そうだからその時になんかその物を作る喜びはあったんだなみたいな、人を喜ばせる喜びと別のところに結構幸せに感じるところあったんだっていうのを、まあちょっと考え始めたらなんかすごいいろいろ出てきて、頭の中でバーッと、そういえばそのものづくりとかにおいて、まあ漫画をね作ったりとか、子供の頃なんですね、そう、はい、苔の庭を作ってこのような作りとか、うん、でも好きだったなみたいな、うん、じゃあ今なら何を作りたいかなみたいな、うん、今だったら、まあ、僕、まあ、その大人になってからとか大学時代からずっとなんか、うん、部屋のね模様替え大好き人間だったんで、模様替えしたりとか、とか家具をこうそれに合わせて自分で作ったりとか、こういうのあればいいな、でも売ってないな、じゃあ作るかみたいな、それで結構なんかものづくりずっとしてきて、なんかそういうのやっぱ好きだなって思ってたんですけど、まあ趣味の範疇を超えないだろうみたいな思ってたんですけど、まあ今その仕事として作っていいって言われたら、まあ家具とか自分で作りたいなと思って、よし家具職人になろうと思って、でも早速まあマイナビに行くわけですよね、マイナビ転職に、はいはい、でも家具職人ゼロ件ですね、ちょっとないでしょ、ない家具職人と求人なんかそうだって見てるサイトあれでしょ、マイナビだ、マイナビなんで、マイナビに家具職人の求人はないですよ職人系転職サイトってあるのかもしれないですけどね、そこたどり着かないのマイナビに全身マイナビマイナビの影響すごいな、もう上司とマイナビで生きてるんでそれだけが僕の基準になってるんですね、うん、その、まあ、多分家具とか学び始めたら家具のデザインでも、模様替えも好きだからこう内装のデザイン、うん、で内装ってなってきたらその建物とかっていうふうにこう広がっ趣味のなんで興味がこう広がっていくだろうと思ったんですよ、うん、だからその建築のデザインっていう大きい枠のとこから入って、まあ、そのジャンルの一つとしても家具にこう、まあ、降りていくというか、そこからまた絞っていってもいいんじゃないか、もしかしたらその内装の方に興味があるかもしれないし、はい、とかいろいろ考えて、じゃあ建築っていう大きい枠大きい門から入ってみようっていうことで、じゃあ、建築デザインの仕事をするか、建築デザインって、いやすごい飛躍が、うん、そうですね、なんかそう興味が広がるだろうみたいな、そういう、ね、
考えて、なかなかこんな発想ポンポンポンっていかないですよね。なんかその時に考えたんですよね。でだから建築デザイン、じゃあ建築設計事務所か、うん、と思って建築設計事務所で調べたら結構いっぱい出てきて、はい、確かに募集みたいな、よっしゃーっつって、うん、でなんか要項なんかねよく見てみたら、ただしあの建築士または実務経験者に限るみたいな、あ考えて、そらそうですね、どっちもないと思って、はい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 、建築士もなければ実務もないでどうすればいいんだ、でも実務積むために入ろうとしても実務経験者じゃないと入れない、うん、どうしてんだよっつって、うん、じゃあ建築士になるしかねえのかって思って、はい、じゃあ建築士になるしかねえかっつって、じゃあ建築士の試験を受けようと思って、建築士の試験、ね、受験資格実務経験のバカっつってまたは、うん、あの建築の学校を卒業してること、でもこれしかなかったんですよ。でも建築の学校に通って建築をその学んで、でその卒業して受験資格を得て建築士を取るしかないと思った、うん、それかもう なんとかその素人を募集してるのを探すかっていうかね。でももう建築の基礎も基礎も分かんないし、うん、どこに行けばいいかも分かんないから、うん、でも学校はまあある程度いいだろうと思って、やめて学校に入りました。マジっすか、はい、学校入ったの、学校入ったんですよ、退社後に。そう、そうなんですよね。そうだから専門学校行くぞっつって、うわ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 、だからここまでが一気にブワーッとなったんですよ。そう日曜大工好きだなっていうところから、うん、建築士の夢が出てきて、はい、で学校入学、はい、いやいやすごくないですか、振り幅、ね、まあ、まあこの時は別に建築っていうこと自体にはあんまり興味なくて、まあ、家具やりたいなみたいなとこまでしかなくて、うん、建築から入ろうぐらい、で、まあ、そのまあお話をですね、うんうん、まあ、その当時お付き合いしてた方いらっしゃって、はい、それがそのピマピマ、ああはいはいはい、なんですよ、うんうん、ピマピマと当時付き合ってて、ピマピマもその遊園地に勤めてて、あもうその頃からの付き合いなんだ、そう、ピマピマはダンサーしてたんですよ、へえ、そうそうそう、それで僕がこうほらパレードで、ね、パレードでダンサーしてて、うん、僕はパレードのこう運転もしてたんで、こうやって見てる見てる、その顔ない、いいねつつプップップッつって、ええー、なんかパレードでなんか働いてる時にパレードで踊ってるのを見ていいなと思って、そうそうそう、何そのキラキラした出会い、もういいですね、なんか華やかです ね、うん、華やか、うん、いいな、でまあそれでそのピマにその報告したんですね、だから建築の学校行こうと思うと、でしかもその場所っていうか、うん、その学校もどこで学ぼうかっていう時に、できるだけその地方の小さいところよりも、うん、多分その東京とかの方ね、うん、都会の方がそもそも入ってくる情報量違うだろうと思ったんですよ。より多分競争率高いから、うんうんうん、その洗練された教育だろうし、うん、そもそも名建築も多いし、うん、美術館とかもあって、そこで結構建築展とかっていっぱいあるから、そういうのに触れる機会も多いだろうと、うん、そういう講演会とかも多いだろうと思って、やっぱそのインプットするならやっぱ都心の方がいいんだろうなと思って、うん、でそれで東京の専門学校に決めたんですよ。へえ。で、そこにじゃあ東京に行こうと思う。おお。でもまあピーマンもちょうどその時になんか辞めてたんで、あそうなんだ、同じぐらいの時期になんか辞めてて、はいはいはい、うんうんうん、私も辞めようみたいな感じで辞めてて、うん、でじゃあ東京行くけど一緒にどうみたいに言ったら、私も行くよみたいな。おー、その時どれくらい付き合ってる状態だったんですか、うん、どんくらいですかね、2年ぐらい、ああそうか、まあ、2年だったらそうですね、うん、なんか行こうかってなりそう、うんうんうん、でまあ連れて行って向こうで一緒に暮らすことになるわけですから、うん、まあ、その当時はね全然同棲とかもしてなかったんで、うん、まあ、そう、まあ、同棲っていう形になるだろうから、まあ、とりあえずご両親に挨拶に行かなきゃと思って、うん、でピマの、 あの家族のとこ行って、うん、じゃあお父さんとピマさんをちょっと連れてってもいいですか、東京に、うん、僕がちょっと卒業して建築士の免許を取って就職したらちょっとまたその時にね結婚など考えようと思いますとかね考えてたら、なんかお父さんがなんか、うん、もうなんか結婚しちゃえばみたいな、うん、で、あ結婚ねみたいな、
だ全然考えてなくて。ああ、まあね、でも親からしたらもうそんなつもりなんだったら結婚してくれよとは思うかもしれないです、うん、確かに確かに、そう、まあね、一緒にその住むどころか東京に行くっていうのもありますから、ね、そうそう、なんかね、そうそうそう、そこまでするような気持ちがあるなら結婚してもらっていいかなって思っても、うんうん、思っちゃう、 そうですよね、それぐらい覚悟で言ってくれないと嫌だなみたいな。確かに確かに、うん、で、まあ、そんな中にですね、もうちょっと結婚考えるよとか言いながら、まあ、ちょっと無職なんで暇だからやっぱ家具とか作るわけですよ、うん、で、あの電気のこぎり事件っていうのが起こって、はい、はい、このちょうどその時の写真がちょうどあったんですけど、うん、初めてこの切る道具を使って、うん、うわーって見てーとか、鉄が切れるよなんつって、はい、で隣にこう P さんいたんですけど、はい、もう僕夢中になるともうこうなんで、うん、わはははってやってたんですけど、まあ、この写真の通り火の粉がすごいですね。すごいね、これこんな出るんだね。隣にもうピマにこうピャンピャンかかってるわけです。ピャー、それ気づかずに俺ちゃんとちゃんと切ってて、全然気づかなくて、でも音もうるさいからもうなんかヘッドホンとかしてて、ちゃんとちゃんと切ってて、はい、でうわーみたいに言われて、何とか言って、うん、危ないよとか言って作業してんだから危ないよとか言ってたらカッチかかってんだよみたいな。あららら。そう、なんかすごい、なんか初めて、なんかその時までは結構なんか立ててくれるようなタイプだったの、うん、その時めちゃくちゃキレられて、うん、こんなに怒られるの初めてみたいなぐらいキレられて、でなんかその時になんか言われた、まあ内容っていうのが、うん、なんかこの貴様は人に対するなんか興味や思いやりがちょっと欠如してると、おだからそのまま人に興味を持たなければ、うん、絶対周りから人がいなくなって死ぬ時はお前一人だぞみたいなこと言われて、すごいこと言うと思って、はい、もっと周りを見て、うん、人に興味を持ってと、うん、いうことを言われたんですね。だいぶ怒られましたね。だいぶ怒られて、うん、すごい言われてるそうだから僕あんまりそのなんか親とかとも怒られたことなくて、うん、こんなにそう人格とかの部分を言われて、お前は変わらなきゃダメだみたいなこと言われたの初めてだったから、うん、なんかうーってなっちゃって、初めて怒られた時のはーってなっちゃって、はいはいはい、でもなんかその時なんか考えたのが、やっぱこんなになんか僕のことを思って叱ってくれる人っていないよなみたいな、いなかったし、うん、だって普通ね、なんか嫌われることもあるじゃないですか、なんか人格否定したりするなんて相当覚悟ですよ、自分がどう思われようがみたいな。なるほど。その人が変わった方がいいと思うから言うっていうのは相当な覚悟だろうと思って、うん、そんな人いないだろうと思って、うん、じゃあもう結婚しようと思って、こんな人多分いないと思って、あ、こういうこの出来事が結構、そうそうそう、これがきっかけで僕結婚したんですよ。キノコかけたおかげで、そうそうそうこの事件のおかげで、ね、あ、そうなんだ。そうそう、で、まあ、それで結婚して、うん、いよいよ東京に行くわけですけど、うん、ここから第4章、ね、建築王編。建築王とは何かって、ね、それはちょっと分かんないですけど、聞いたことないけど、うん、建築王ちょっと分かんないですね、はい、分かんないですけど、専門学校に入学したんですね、うん、でも専門学校って言ったら大体もう現役の子たちは18歳とかですよ。いや、そうっすよ、うん、だから18歳の中にこう紛れ込んだ、当時27くらいですから、うん、でまたもやっぱこう最前列やる気おじさんになるわけですねあ、そうだよね、はいはいはい、でもうやっぱね、もう状況が状況だからそうそうそう、うん、まあでもまあ大学の頃のそのなんか勉強のモチベーションとの違いは、大学の時って誰もやってないから、うん、俺やっちゃおうかなぐらいの、うん、なんかそういう、はいはいはい、なんか天の弱的な、そう、ね、別になんか法律を学びて俺は絶対にキムタクになるんだっていう、そういう気持ちは全然なくて、専門学校は、うん、もう自分の興味のあることを学びたいことを学べるから、うん、もう楽しくてしょうがないですよね、うん、すごいもう学びって面白いみたいな感じでこう最前列やる教授さん、あ、だから自分の興味のあることに全振りしていい時間みたいな、そうそうそう、で全振りしたら褒められますからね、そう、それがまあ最高の環境じゃないですか。素晴らしいですよね。最初も家具から入ったんですけども、建築の面白さにすごい気づいて、でもうピマに帰ってきたの、ピマ、俺建築王になる、建築王に俺はなる宣言口に出す宣言をしたの、はい、ただもうなんか、うん、もうピマがもうええやないかと、もうやりたいことにね決めて、
それに向かって生きていくというそういう君のそんな生き方はもう素晴らしい、そんな君は輝いてるぞと言って、でもやっぱ私の周り家族とかにはもうやっぱそのなんかやりたいことに向かって生きるじゃなくてもう何ていうか家庭を養うためになんか仕事をして家庭との時間が家族の時間が最高みたいな、はい、そういうタイプがやっぱ多くて、はい、全然君みたいなタイプは周りにはいなかった、うん、友達にもいなかったって言われて、うん、頑張れよって言われて、うん、僕はもうトゥンクってなるわけですね。なんかだんだんなんかこう師匠みたいな、なんかそんな感じの喋り方になってます。マジなんかね教祖なんですよね。孫子みたいな。そういう存在なんだ。うん、なんか最初はそのなんか立ててくれてた感じからやっぱその結婚ぐらいになって、あのノコギリ事件ぐらいからもだんだんもうこう人の道を教えてくれる人みたいな。そういう点でもめちゃくちゃやっぱ尊敬。こんな人はいないなみたいな。すごいやっぱ達観してるんですよね、ピマーが。うん。そういうマインドなんですね。うんうん、うん。でやっぱその専門学校の2年間っていうのはやっぱこうやっぱそのピマにも言われた通りやっぱクラスメイトすごいやっぱ興味を持とうってちょっと心がけるわけですよ、はい、人に興味を持とう。僕の18歳なんかちゃんとしっかりしてやってるしちゃんと授業にも出てて勉強もしてるからうわーすごいと思って、もう僕の18歳と比べ物にならないねとか言ってもうすごい尊敬してたんですよ周りを。頑張ってほしいなみたいな、うん、今度のその学内コンペで次行けるよみたいなそういうなんか友情というか絆みたいなのをやっぱ結構その本心から初めて思うようになってというか、うん、それが伝わってのがすごい周りもすごいなんか仲良く してくれたし、もちろん頑張ってるから先生もなんか目をかけてくれてというか同期の絆とか師弟の絆みたいなのなんかそういうのを感じるのなんか初めてだったからなんかいいなと思って、でなんかそのピマに報告したんですよ。人間っていいよみたいな、うん、絆っていいよみたいな、うん、いや気づくん遅いみたいな。もうピマはやっぱそういう世界で生きてきたんですよ、なんか絆とか人間の素晴らしさみたいなのをこう知ってる人だったんで、うん、そういうことよみたいな、うん、言ってくれて、あ、なんか人間としてなんか豊かにちょっとなったなとピマのおかげで、うん、でまあ、そこで、まあ、そういう結構充実した2年間を過ごして卒業してで、建築士の免許ですね、まあ、受験しても受けて取れたんですよ、うんうん、で、その後その東京の専門学校の先生目をかけてくれた先生からその結構大きい設計会社に、うん、なんかなかなか募集が来ない、うん、専門学校からなかなか行けないよみたいなところが、うん、なぜかその時もちょうど募集があってそれを紹介してもらって、でなんか行くことになったんですよそこの会社に、また運をちょっとだからすごい運なんですよ。だから、もうほとんど院卒みたいな人しかいないの、大学院からしか入れませんみたいな、じゃあ大学生でも現役の大学生でもなかなか行けないよみたいな、もう少ないと思います。でなんでそこに専門学校がって なるレベルですか。そうやばっ。まあ、それもまあ詳しいことを言うとその建築の 3D ソフトを扱えるのがそういう教育をしているのが大学はまだその当時あんまりなんか授業の中に取り入れるっていうのがまだちょっと進んでなくて、むしろ専門学校の方からこうそういう実務的なところを取り入れていきましょうみたいなのが専門学校の中で何校あって、そのうちの1校がうちで、じゃあちょっと即戦力になるかもしれないからっていうところも多分あって、その専門学校の学生をじゃあちょっと初めて入れてみようかぐらいの、いやすごい運があるわやっぱ。でもいや運すごいですよ ね。それはめちゃくちゃ運があったと思う。すごいな。なかなかどう転んでも入れないですから。だって2年間勉強してそこに行ってるわけですもんね、うん、会社かなんかもやっぱその頭良すぎてちょっと理解できないところもめっちゃ多くて、ああなるほどね、レベルが高すぎるみたいな。勉強にはなるんです、めちゃくちゃ勉強になるんだけど、なんか請け負ってる建物がもうバカでかすぎて、超でっかいビルとかタワーとかドームとかそんなんばっかりだったんで、もうなんか自分の手で作ってる感覚っていうのがもうほとんどなくて、あ、なるほど、うん、しかもその時ぐらいからちょうどコロナで東京のど真ん中ですよ、はい、にある会社のすぐ近くに住んで、はい、もう頑張るぞって思ったんですけど、フルリモートになっちゃって、会社の隣でリモートしてるやつでわけわかんない状態になっちゃって、その9ヶ月ぐらい、まあ、そこでまあちょっと都会住みづらいよなと、うん、ずっともう全然面白くないし、
でまあ、その会社もね、まあ、すごい勉強にはなるし、なかなかない機会なんだけど、やっぱちょっとやってやるぞみたいな、そのみんね、そこになんかちょっとまで行かなくて、あとなんかこう家賃高すぎるみたいな話とか、うん、そうね、だって7畳、7畳、はい、うん、もうワンルームみたいな、ね、ワンルーム7畳を、うん、で廊下になんかキッチンついてるみたいな、うん、でまあお風呂とトイレみたいなやつで12万、12万、うん、まあそのぐらいするよな、うん、うわ家賃高っと思って、そこにずっと住んで、まあ、閉じ込められた状態みたいな感じで、あんまりろくに外も出れず、会社にも行けず、うん、会社の人とコミュニケーションもなんか分かんないけど、初めてのズーム会議でみたいな、うん、ズーム飲みでみたいな、盛り上がんねえなみたいな、うん、とかあって、とかあとはその都会って何するにしても社会的ルールにのっとって動かないといけない、うん、電車も並ばないと乗れないとか、うん、まあもちろんですけど、うんとかなんかもう一個一個もルールが多すぎると、うん、もうなんか窮屈だなと思って、あんま合ってないかもねっていう話を、そのもうピーマンも7畳に2人でいたからですね、ちょっと合ってないかもねみたいな話してて、でもあとこれリモートで働けるんだらもうどこでも働けるでしょみたいな話になったから、はいはいはい、もうちょっと気持ちいいところ、自分たちに合った環境のところに住むみたいな話をしてたんですよ、はい、うん、だからやっぱ田舎とかの方がいいんだろうねっていう、うん、のんびりしたところ、ルールに縛られないところいいんだろうねみたいな、うん、出て、でもどこがいいだろうみたいな、うん、全然決まらなくて、なんか福岡にする、でも福岡ってね、まあ、都心部だからそんなに今と生活変わんないかもねみたいな、うん、はいはい、でもじゃあ長崎帰る、長崎にでも建築設計事務所ってそんなないよねとか、うん、大丈夫かなみたいな不安もあって、はい、どうするってなったらけど、なんか長崎のに住んでるのもイメージできなくて、うん、どうしようかどうしようかってしてた時に、で、ある日そのなんかピマが昼寝をしてて、でなんかパッと起きて、僕がリモートからパッと起きて、なんか嬉野に住んでる夢見たんだ、お嬉野なんだ、確かに、あの嬉野はあの、まあ、長崎の、まあ、隣すぐ近くにあって、うん、まあ、まあ佐賀県ですけど、今住んでるここですけど、その帰省した時とかに結構温泉入り行くっつって、立ち寄ってたんですよ、そうよくその旅館立ち寄り温泉に入ったりして、嬉野はいいよなみたいな、うんうん、のんびりしてていいよなみたいな言ってて、でそこになんか多分あれ嬉野だったみたいな、住んでる夢みたいな、嬉野みたいな、確かに嬉野いいよねってなって、うん、でちょっと会議中断して、会議聞くふりしながら嬉野調べてた、はいはいはい、はいはいはいとか言って何も発言することないで、うん、とか言いながらこう嬉野調べてたら、うん、移住バッチコイみたいな、うん、なんかすごいおなんかやる気がすごかったんですよ、移住への制度がね、あ嬉野のね、そう嬉野が移住する人を求めてたんですね、そうです、なんかまあ補助金すごいいっぱい種類あったりとかあって、あこれなんか呼ばれてる気がすんねとか言って、おじゃあ嬉野ちょっとこれ第一候補で入れとこうかぐらいの気持ちだったんですけど、うん、その翌日に、ピマが帰ってきて、うん、仕事からね、はい、帰ってきてなんかやめてきちゃったみたいな感じで帰ってきちゃって、そうそっから始まるのが第5章嬉野編ですよ、あららら、いやもうすごいね、いよいよ第5章めっちゃ動くじゃん、動くんですよね、すごいな、すごいね、そうそうそう変化が、そんな長い期間の話じゃないんですけどね、そうですね、まあ、割とパン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 動いてる、あすごい9ヶ月ですからね、向こうにいたの、ついに嬉野に、そうなんですよ、辞めて帰ってきちゃったから、で僕もやっぱほらそういうなかなか入れないとこに入ってすごい勉強になって、ね、スキルアップのの伸びしろはすごいわけですよ、いやそうだよ、可能性はあるんだけど辞めちゃってるから、なんでだよ専門学校入ってせっかくね、やるなんか人生のテーマとか、そうだそうだ言ってたじゃん、65までやったらぞっとみたいなこともあったし、それで、うん、帰ってやってきたの、それでちゃんとね2年で結果出して入って、そうですね。そうでだからまあ建築っていうところは、まあ、続けていく意思はあったから、うん、まあ、それあまあ向こうに行っても建築を仕事しようとは思ってたんですけど、あそうなんだ、うん、でもそのなんか大きいね会社をなかなか退職の踏ん切りがつかなかったけど、ね、辞めちゃったから、うん、
とはいえでもうやめるしかないと思ってやめたんです、で、うん、でそのなんかその時ピマが言ってたのはそんなやっぱ君のようにその やりたいことを見つけて生きていくっていう人生すごい輝いてるのを見てきたから、うん、すごいいいよなって思ったって、うん、だから私も今までそういうこと考えてなかったけど、おう、なんかそういうふうなんか自分のやりたいことを見つけて生きてみようかなみたいなことを言ったんですよその時に。あ、じゃあいつも人生を教えていた師匠が、そうそうそう、逆に影響を与えられ、そうなんです、僕もちょっといよいよ損失っちゃうみたいな。あら、じゃあ影響を受けて与えて、そうそう、受けつつ与えることもできたみたいなところ。あ、すごい理想的じゃないですか。そう、嬉しいと思って。超いいよね、うん、そうなんです。あ、そんな感じに、うん、なるほどなるほど、面白いな。で、じゃあ何やりたいみたいな言ったら、そうね、なんか今までそのなんかカフェでバイトとかずっとしてきた、うん、もうやっぱ楽しいらしいんですよカフェで、カフェやりたいかなみたいな、自分のカフェ持ちたいなみたいな、うん、やっぱ雇われてるとね、なんか我慢する部分とか好きにできない部分、なんか自分の趣味が出せない部分とかあるけど、うん、自分のカフェだったら結構自由にできるしいいなみたいな言ってて、あ、いいねっつって、うん、じゃあもうカフェオープンさせようよ、うん、で僕はもう建築をずっと探求していくからお互い応援し合おうみたいな感じで、はいはいはい、それでこの日本一開業から遠い古民家カフェにつながっていくわけです。来たよ、来ました、その2人ね。そうなんです、来た来た、そうそうそう、だからピマは田舎でカフェをやりたいと。で僕は、うん、でもじゃあ僕はその、まあ、建築の中でもそのいつか自分の家を設計したいっていうのが一個あったんで、うん、もうその夢先叶えちゃおうと思って、うん、もう両方ともいけるじゃんと、うん、田舎に行って、まあ、家を新築するのはちょっとお金かかるけど、その古民家を買ってリノベ自分で設計して、でしかもそこにカフェができればもうどっちも叶えられるじゃんみたいな。田舎でカフェもできるし、自分の家を設計したいという夢も叶うし、もうその夢もう叶えちゃおうみたいな。田舎ならいけるよと思って、うん、でそのなんか空き家バンクっていう、そのあれですね、田舎の売りに出されてる空き家をまとめてあるサイトがありますよね、はいはいはい、おそらく行政がやってる、うん、あれで見てたらもうここが見つかったわけですよ、はいはい、これね、うちが、はいはい、ここが、うんうんうん、ついにここに来たよ、はい、うん、そうなんですよ。おここのお金は東京の家賃のだいたい2年弱ぐらい、だから200、そうね、240万っていつもサムネにも出してる、はい、240万、12万だからね、そうそうそう東京に2年住むぐらいだからここ買えるんだって、一生住んでいいんだっていう、その対比えぐいな、はいそうだよね、2年分、そう、確かに、そう、しかもそのね、元牛舎倉庫ついて、まあまあ畑もついて、うん、でかいぞと、何でもできるぞと、うん、カフェできるじゃんってこの倉庫で、うん、でじゃあもうこの古民家で買って僕はリノベを進めて、でその後カフェも作って、でカフェやろうよっていうことで動き始めて、去年の11月に嬉野に移住してきたって。おー、すごい、やっとこのチャンネルのところまで入ってきましたね。ゾクゾクすんね、なんか、うん、最初はだからどうやってここにたどり着くって感じでしたもん ね、うん、ですけど、ちょっとつてが全くないなと思いきや、その昔ですね、その遊園地に勤めた頃になんかバーに入り浸ってたんですけど、うん、その、うん、園内にあるバーに、そこに、DJ しに来てた、うん、うん、ジローはい、はい、っていうのがいるんですけど、はあはあ、ジロー君っていうのがいて、その彼は嬉野茶農家をしているっていう話をちょっと聞いたことがあって、はいはいはい、その当時からしてて、うん、あ、そういえばジローがいたと思って、全然連絡取ってなかったんですけど、まだしてる、もしね、茶農家してるのかなと思ってこう聞いてみたら、してると、うん、ね、その時は修行中だったけど今も独立してると、うん、すごいと思って、うん、ちょっと嬉野のことを教えてもらおうと思って、で次郎にコンタクト取って連絡した、うん、たらその、ちょうど自分のその弟子入りしてた時のお茶屋さん、だから師匠の農家さんが、はい、ちょうどこの旅館の中で、お茶を最後提供するとこまでやるとか、はい、お茶農家さんが提供するっていうスタイルの、はいはい、まあ、お茶屋さん、はい、うん、を今度オープンするん で、はい、でそこスタッフ募集してるんで、はい、もしそう2人とも来て無職なんだったら、そこでちょっとしばらく働いてみますみたいなこと言われて、おお、なるほどと思って、で、僕はそのこっちに来て、
設計事務所にちょっと勤めようかなと思ってたんですけど、はい、まだちょっとどんな事務所があるとかあんまり決めずに来ちゃったんで、はい、まあ、とりあえずせっかく嬉野に来たし、うん、ね、転職して常に職がないといけないというか、なんかあのね、建築をずっとしていかなきゃっていう、別にそんな社会的ルールに縛られる必要もないし、うん、せっかくねのんびりできそうで自分のペースで決めれるから、はい、まあ、まずは嬉野を知るとか、はい、あとお茶も興味あったし、はい、ちょっとそこをじゃあ夫婦で勤めるかっつって夫婦で今、うん、そう入ったんですよね、うんうん、そう今2人で働いてて、うん、やっぱそこにしとけば、まあのんびりね自分の家作りもあるし、やっぱずっと働き詰めだとそんな時間も多分取りにくいだろうから、うんうんうん、自分の家やりながらお茶もやってぐらいの生活を、うん、が始まったんですよね、うん、まあそういう生活を実際してるわけですけど、うんうん、まあ、やっぱそのお茶入れてるところもあるし、まあ、その近所の人とかもそうだし、うん、この家の改装に携わってくれた大工さんとかもそうなんですけど、まあ、いろんな人とのそういうご縁というか、うん、つながりが広がっていって、うん、もうそう全然東京にはない経験でびっくりしたんですけど、なんかあの例えばもう隣のね、あの、はいはい、いつも来てくれるばあちゃん、はいはいはい、となんかあの軽トラを持ってるんですけど、うん、あんま使わないからっつってカーシェアリングしてたりとか、はい、あとなんか前のね野菜は勝手に食べていいことになってるし、うん、なんかサブスクみたいな野菜のサブスク上、サブスクって課金制でお金払ったら野菜のプライム会員みたいなそうそう、とかなんかその勤めてる温泉の中のお茶屋さん、はい、その温泉旅館がの温泉がもうなんか福利厚生でもう入り放題で、毎日僕温泉入ってて、とかもあって、だからその収入はもう実際この東京の頃の3分の1ぐらいになったんですけど、3分の1ぐらいになったんですけど、でもなんか東京よりも幸せに生きれてる。いいですね、3分の1なのに。はい、すごいですよね。そうそう、だからしかもその、まあ、最初そのお茶屋さんだけの収入だったんですけど、うん、最近はその大工さん、そっかそっか、そう大工さんからのつてというかですね、お話、ありがたいお話いただいて、まあ、なんかすごい面白い設計をまあ変わってるから、うん、こんなのあんま田舎でこの辺でやってるやついないからですね、うん、なんか変わった設計をしてるやつがいて、なんか設計なんかして独立しようとしてるやつがいてって言って、うん、ああ、じゃあこの古民家の様子を見て、はい、あ、お願いしてもいいかもというか面白いかもって思ってくれたんですか。なんか、あとなんかやっぱなんで僕にっていうところ言ってたら、なんかやっぱ、いや、なんか人柄がみたいに言ってたから、なんか、人柄とそのなんかこういうやってることとかなんか総合的になんかすごい気に入ってくださって、うん、はあ、またなんかその方もまたなんかね、いい方というか、うん、めっちゃいいんですよね、なんか大工さん、なんかね、粋な方ですね、うんうん、それでなんか今度その旅館の新築とか改装とかあるから、ちょっとその紹介したいからって、面白いデザインをする子がいるから、ちょっと、まあ、まあ設計事務所に入ってないとフルにちょっと設計料が取れないから、ちょっとまあそういう法律手続きとかはちょっと別の会社になるんだけど、最初のなんかマスターデザインというか、こういう感じでいきましょうみたいな最初の絵をデザインする。でもある程度まあ建築の勉強もしてるから、こうでお願いしますみたいな図面をこう設計事務所に投げるみたいな、まあそういうところでちょっとデザイン料みたいな感じで今そのお仕事がいただいてたりとかして、だからなんか成り立ってます。すごい、11月に来たばっかりでできて、もうここまで来てるっていう、そうそうそう、都会だと絶対されないような依頼のされ方だし、うんうん、なんかこっちの逆にいろいろやりたいこともできてて、はい、あっちのその設計事務所の方だったら自分がやってる感覚があんまりないっていう、ないですね、話だったから、それと真逆ですよね。クライアントに会ったこともなかったです。いやいや、そう、すごいな、うん、あ、めちゃめちゃ変わって、でもこっちの方が合ってるって、はい、もうめっちゃ楽しくて、しかもやっぱそういう、まあ、まあ田舎なんで小さい建物とかが多いんで、なんかやってる感覚っていうのはめちゃくちゃあるんですね、やっぱ、うん、いやー、すごい嬉しの、いいっすね、いいっすで、なんか趣味の家具も作ったりできるし、確かに、うん、いや、嬉しの生活めちゃめちゃ順調じゃないですか、最高ですね、うん、ただまあそこでですね、うんうんうん、ちょっと、まだ
最近大事件がありまして、はい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 、それがまず第6章なんです。6章、はい、あ、これででも最終章、最終章か、まあ、現在、ね、現代だもんね。そうっす、現代、うんうん、すごい年寄りついた感ありますよ、ね、はい、第6章、カフェ突然のトンザ編。え、カフェ突然のトンザ編、トンザしてんの、え、トンザっていうのはあの中断、はい、あの中止、え、怖い怖い怖い、何、え、そうなんですよ、あ、前行ったトンザ、トンザしたんですよ、どういうこと、前行った事件がありまして、うん、実はあのピマが出ていきまして、え、出て行ったってどういうことですか、ピマとちょっと離婚することになったんです、離婚、離婚して出てちゃって、え、家出とかじゃなくて、そうなんです、もうしたの、しちゃって、え、ちょっと待って、え、2ヶ月ぐらい前に、そうなんですよ、参った、そうなんです、マジっすか、え、どう、え、本当にマジです、え、ちょっと別居とかでもなくってこと、うん、え、もうしたの、したの、離婚届出したと、出しちゃって、そうね、まあ、でもそのまあ喧嘩別れというよりかはそのなんか話し合ってね、うん、別れて、まあ、今でも同じお茶屋さんで働いてるんですけど、あ、そう、ああそう、え、どうする、え、マジっすか、マジっす、ちょっと言葉が出ないんですけどだってさっきまでね、あんなにこういろいろね、人生の分岐点とか、いや、そうだけど、ちょっと、いや事件っす、いや、ちょっと待って、言ってよちょっと遅くなっちゃって、いやだからね、これだから言うの、すごい、やべ、なんかど、ね、何仕込んでんのよ、いやだからやっぱ、なんかそう、親ね、もちろん 親には、まあ、2ヶ月前なんですよ、その届けを出したのが、で、そっからやっぱ、もうその時はやっぱもうやっぱきつくて、さすがに、うん、初めての離婚なんで、いや、まあ、そりゃそうですよ、ね、で、なんかやっぱね、家族とかも巻き込んでることだから、僕家族に説明とかもあって、うん、でその、まあ、とりあえず近しい関わりの深い友人とかにはもう何人かで、職場の人にも何人かで、だからまだあんま知らない人もいると思うんですけどちょっと待って、ちょっと一回止めていいですか、止めます、ちょっと止めます、ちょっと、ちょっと、じゃあもう本当になんか、はい、言い出せなくて、もうこういう形になったってこと、そう、ここしかねえかなみたいなこの機会そう、これを発表するのかどうかみたいなね、どんな心配で臨んでるのそれもね、まあ、そもそも授業でっていうのもありますけど、うん、まあ、あと YouTube で出すのかみたいなところもまあ考えるんですけど、うん、まあ、でもじゃあ周り知らない人がまだいっぱいいるってことですね、じゃあまあでもね、一人一人にそう、なんか説明するのもやっぱ最初その2ヶ月間もうだから説明するのももうきつくて、まあ、それもしんどいよね、はい、まあまあでも、まあ、まあちょっとこ回復してきたんでですね、ああ、じゃあ今だから2ヶ月ぐらい前、そうですね、まあ、じゃあもう今だからちょっとこういうふうに話をしても、はい、まあ話しないとしょうがないもんね、しょうがないですよね、どっかで、そうそうそう、あ、でまあこの機会にっていうことで、じゃあそれなりの覚悟で実は喋ってたという。そうそうそう。まあそうですね。すごいことすんな。ここ結構でかいですね。これ何？これ授業でもこの話するの？だって人生ですしね。ああ、かっこいいね。ああ、じゃあまあもう、そうね。もうなんか学生どんな顔するのかな、これ。うん、盛り上がるかもしれない。盛り上がるかドン引くかのどっちかですよ。まあ、いや確かに、まあ、これがリアル。これがリアルなんですよ。そう、だっていいことばっかり言っててもしょうがないでしょ。ああ、まあ、確かに。まあ、そんなこともそれありますよね。うん。そりゃそうだけど。やっぱそれためになんないと思います。あの、いいことだけ言って、うん、成功体験だけを聞いてちゃダメです。ダメ。しくじり先生を見ないと。失敗体験を知って、うん、なるほどね。っていうところもあった。失敗というか、まあ、僕は今回のそのあれはまあ、うん、納得してこれがいいと思ってめちゃ2人で話し合って2人とも納得してたから、もうまあこういう言い方するとあれですけど、どっちかというともういい判断だったというふうに納得してやってるんですよ。なるほど。2人の今後の幸せ考えるとやっぱこの方法がいいだろうと。そうそうそう、なるほど。まあまあまあ、それは分かりましたよ。まあ離婚はいい
ですよ。それはそれはいいんですけど、はい、えカフェ頓挫するのはえもう、そうだからそれをやっぱね、これえ YouTube はもうじゃあどこれ何衝撃の最終回みたいな、そういうことなのか、それとも何かもう別で、いやそうだからそどう思います？いやまあそれはまあ別にまあもうそちら次第というかそちら次第なんか、ね、無理くりまあでもなんか今まで見てて思ってあんまカフェの話してなくてですね、このチャンネル、うんうん、カフェの話というよりかはまあ吉郎くんの普段の生活に関することが多くて、うんうん、そうですよね、ね、あのベッド作ったり石磨いたりみたいな、うん、前回のとかはそういうやつだったから、うんうんうん、まあ、正直あんまカフェ感はなかったんです。そうですね、だからまあまあ僕みたいな感じですよね、このチャンネルって。そうでしかもなんかその見てくれてる人も、うん、なんていうかな、そのもちろんカフェ楽しみって言ってくれる人もいるんですけど、うん、なんかなんていう僕のなんか生活の様子が一番伝わるというか。確かに、うん、なんかねインスタとかもやってるんですけど、なんかやっぱりカッコつけちゃうから、うん、なんかおしゃれに撮っちゃうんだよね。はいはいはい、はい、だからある人からすると多分おしゃれ人間に見えてるかもしれないんですけど、うん、でもリアルはこれなんですよね。なるほど。 YouTube のこれ、うん、これ見てなんかすごいいいって言ってくれる人が多いから。あ、なんか反響受けてるんですか？なんか例えばなんかゴミ捨てに行くんですけど、うん、ゴミ処理場のおじちゃんからなんかベッドできてよかったじゃんみたいな。マジで？そう見てんのみたいな。あでもね、そんなめちゃくちゃ回数も言ってるわけじゃないんですけど、なんかなぜかどっかで広がってんですよね。あ、それは面白いな。でもそれ本当盛り上がればそこからなんていうか仕事の取る時にも、うん、仕事頼みたいなった時もここに人間性が伝わって面白いかもとか思ってもらえたら、うん、それめっちゃいいっす。そうですね、なんかやっぱ人とのつながりでこうやってご縁が広がってるんで、なんか僕の人間性を分かってもらうのであれば発信するっていうところであれば、このやり方がいいんだろうなみたいなは思いますね。だからちょっとタイトルがどうなるかはあれですけど。確かに、ちょっとじゃあそれは考え、まあ、じゃあ続けたいってことですか？うん、そうですね、なんか、うん、続けましょうか。いや見たいでしょ、この続きも。なんかだってわざわざこれ僕説明しなくても、うん、僕の人生はこちらの動画にアーカイブされてますよ、ね、人生がこう、まあえぐい長さになりますけど。長いお付き合いになります。すごい、まあまあでも、まあ、この動画もまあすごい長さの動画になっちゃってて、今の見てる人ってすごい長さ見てることになるんですけど、まあ、ありがとう、ありがとうございます。こんなどんでん返しがあるっていう、長いことね、なんか作業しながらとか聞いてもらってよかったんですけど。そうそう、いやいや、めちゃめちゃ濃密な授業で、ちょっと最後びっくりしましたけど、まあ、はい、それもポジティブに捉えてるということで。いや本当、もう今、まあそもそも決断自体はポジティブだったんですけど、今メンタル的にもポジティブだった。ああ、よかったよかった、うん、まあそれならもういいですよね、うん、まあただ、まあいろいろな、うん、ね、問題はあるですね。ね。まあ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 あるでしょうけど、まあ、あのただこれで知った人っていうのがいるっていうことですよね。うんうん、まあ、ゴミのおじさんとかですね。うん、確かに、だから見てくれてたらびっくりだよね。ね、おじさん、まあそういうこと、今度から一人分のゴミになります。なるほど、じゃあなるほど、まあまあ僕もね一回ちょっとね、さっきかあの撮影も一回切ってちょっと心の整理をしました。僕もちょっと切り替えて、はい、でまあちょっと考えて、はい、チャンネル名とか、はい、はい、ちょっとね、お願いします。あのアイコンもね、ああいうアイコンになってる。ちょっとあれピーマンですから、ね。あまりにストレート、ちょっとそのアイコンも変えたり、ちょっと少しずつ、そうですね、チャンネルの変えていきながら、ちょっとリブランディングというか、はい、やっていきたいな。はい、まあ実際でも内容はあんま変わんない。うんうん、まあそうですね。やってることはずっと変わんないんで、うん、カフェがでやらないだけで。やらない。はい、まあ、そもそも今カフェをやろうっていう流れにまだ着手してないです。全く着手してない、うん、家をなんかやっていくみたいな、ね、生活を取るぐらいの。なんでちょっとチャンネル名はまた考えて、はいはい、楽しみになってきた。、はい、まあ、このね動画ももう本当に
なんか自己紹介みたいな感じで普通に出して、うんうん、別にそら離婚言いたくないし、うん、もうこれ長く見ただけ方だけが分かってるっていう状態でいい、うん、あそれはいいです ねそんだけ深く僕に興味をある人だけが知ってる、多分今の段階で見てるからって結構僕に興味持ってる結構長いでしょこれ。いやもう多分ね、編集しても1時間マジですかぐらいにはなるかなっていう感じなんで、僕も好きですよもう、いやそこそこ興奮するんじゃないかすごい体験になっちゃってると思うんですけど、そうですね、はい、まあまあじゃあちょっとじゃあ次回の動画からリニューアルということで、はい、はい、まあなんかタイトルが変わってるってことですかね、この次。もう次はタイトル、そうね、もう変わってる状態、びっくりしないでくださいね、なんか こんなの登録してないんだけどみたいな確かになんかちょっとそれで外されないように、うん、なんか日本一とか古民家みたいなフレーズは残したい、ね、なんかちょっとね、日本一とか古民家って結構いいフレーズだなってちょっと思ってるから、残してなんか日本一と古民家っていうフレーズは残した状態で何かちょっとアレンジして、よろしくお願いします、はい、はい、いや授業よろしくお願いします、あ頑張ります、はい、子供たちに夢を狂気楽しみだな。